ありがとう、ルーシー。どんなに危険でも仲間のことを優先する。お前は相変わらずだな、ルフィ。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任せとけ。やっぱりエースと似たようなこと言ってやがる。ルフィはあなたと会うのは久しぶりよね。それでも命を懸けて血を流して助けてる。何の話だ。あなたはどう？ルフィのために命を懸けるの？あいつのためじゃねえ。だがつまらない借りを作ったからな。こいつは早く叩き返したいとは思っている。つまり助けるっていうことね。これで俺たちの力も全部戻った。ワフルドに帰ってまた海に出るぞ。ああ、そうだな。さあ、次の島に向かうわよ。いつでも出航できる。ワフルドに戻ったらアディオのやつも呼んで宴だ。ああ、よっ。では宴の音楽は私が。みんな聞いて、私謝らないといけないことがあるわ。あの日私がワフルドでみんなの力を奪ったのはわざとなの。偶然でも何でもない。どういうことだ、リム。おめえ敵だったっていうことか。敵じゃない、みんなの力を借りるためだったの。ごめんなさい。私はどうしてもアディオの願いを叶えたかったの。アディオの願い？私たちの力を奪って
何をしたかったの？アディオの代わりに島の巨像を倒してほしかったの。そしてみんなが巨像を倒してくれたことで、アディオの目的は半分達成されたわ。でもそのためにみんなには辛い冒険をさせてしまったわ。本当にごめんなさい。よくわかんねえけど、言ってくれてありがとな。力は全部取り戻したんだ。気にすんな。ありがとうルフィ。みんな、ワッフルドに戻ったらあとは私が頑張る番。みんなとの冒険で何をすべきか分かったの？どういうことだ？なんかまだ問題があんのか？言えよ、水くせえな。さっき言った通り、残り半分のこと、私アディオを止める。アディオの一族は大昔にこのワッフルドで暮らしていた一族なの。ワッフルドで？でもワッフルドは、まずワッフルドのことを話すわ。今から200年ほど前、ワッフルドは空に浮いていたの。空にあった島がどうして正解に落ちたの？昔の戦争で島は正解に落ちたの。戦争？空の上で？ええ、200年前この島は謎の軍隊に襲われた。島を守る戦士たちは強く、襲ってきた敵を追い返したわ。戦士たちは敵の正体を知るために追っていった。でも敵の別の軍隊が戦士のいない島に押し入り、シャボンを壊して住民ごと島を正解に落としたの。ひでえ話だな。島の外に敵を追っていった戦士たちは帰る場所を失ったわ。その戦士たちの末裔がアディオなのね。そう、彼らはずっと正解で落ちた故郷を探していたの。そしてアディオは見つけたのね、自分の祖先の故郷を。でも嵐を越えてワッフルドにたどり着けたのはアディオ一人だったの。これを見て。アディオの手配書じゃねえか。懸賞金
20億943万ベリー。アディオ、すげえ。俺もすぐにそんくらいの額になってやる。ルフィ、落ち着いて。普通そんな額にはならねえな。アディオは何をしやがった？私にはよくわからないけど、四皇とかいう人の仲間を倒したから海軍に追われているんだってアディオは言ってた。よ、四皇？誰に手出したんだよあいつ。友達が殺されかけたからと言ってたわ。世界中に散っているのは海軍や四皇から逃れるためだって言ってたわ。ワフルドには神の息吹があるの。神の息吹？古い王国神殿や禁じられた歴史書などにその名前を見ることがあるわ。ワフルドを囲む嵐は神の息吹によって生み出されているの。アディオは神の息吹を操り嵐を止めようとしてるわ。神の息吹とは嵐を生み出す装置なのね。そう。でも嵐だけではないわ。神の息吹は火、水、風、雷、あらゆる自然現象を自在に作り出す。だからとても危険な装置なの。どんなにアディオが強くても無事では済まない。過去には神の息吹に触れたために風の刃に引き裂かれたり、荒れ狂う雷に焼かれてしまった人もいたわ。おへえ。火、水、風、雷、俺たちが戦った巨像を全部集めたようなもんか。その火じゃないわ。巨像は神の息吹の力をわずかに与えられているに過ぎないの。アディオはそんな危ねえもんに手を出そうとしてるのか。巨像は神の息吹を守っているの。巨像を止めないと。神の息吹が祀られている天行の塔は姿を現さない。アディオくらい強けりゃ俺たちに頼らなくても巨像を倒せるんじゃねえか。ダメなの。巨像を破壊した者は敵とみなされ、神の息吹への道が開かない。そういうことでしたか。つまりアディオは世界中に散った一族と共にワフルドで暮らすために島の結界を解きたいのね。そのために危険な神の息吹を使おうとしている。うん、そう。今まで私はアディオの夢を叶えてあげたいと思っていた。私もアディオやアディオの一族とこの島で暮らすことを望んでいたの。でも。でも、お前はどうしたいんだ？アディオに死んでほしくない。この冒険で気がついたの、私が何をすべきかを。アディオの夢を叶えるために今はアディオを止める。そうだな、お前がそう決めたんならそうすりゃいいじゃねえか。アディオもきっと分かってくれるさ。すべてうまくいったらアディオも一緒にワフルドで宴をしよう。返事をしてください。何が起こったんだ？リムが消えちまった。待て待て待て、リムがいなけりゃ俺たち現実に戻れねえぞ。